んだけど炭水化物を昨日そんな取ってなかったから早く起きちゃったんだよね。眠りが浅かった。じゃあこれツイッターに載せる。声変かな。これ。声がちょっとしゃがれてる。ふっけ。うるさい。ちょっとテイク3。フッケ、お前ら、フッケ、うわー、うまそう。完璧じゃないか、これ。できた、できた。完成です、味噌煮込みうどん。食べたいと思います。美味しそうにできた。いただきます。熱そう。ちゃんとちゃんと染みてますね、味噌が。じゃあいただきます。おいしい。うまい。めちゃくちゃうまい。買ったんだよね、この時のために。この時のために買った天かす、どこ行った。
その時の、あ、どっか行っちゃった天かす。買ったんだけど、あった。うどんってダイエットなの？ダイエットじゃないんじゃない？ うどんだ、小麦ってダメだもんね、一番ね。え、どうしたの？なんでそんな草生えてんの？ゼロワンとの YouTube 見たけど、何が98はどうしたの？どうしたんだよ、朝から。朝がね、まだ寝てないのかな、今から寝る感じ。寝ろ、ゆっくりしろや。眉が生えてるって必死なの。なるほどね。最近言われなくなったんだけどな、立派に太っているからさ。あ、なるほどね。あっこい、ティッシュどこだ？ティッシュ。もうどっちでもいいよ。マジで味噌煮込みうどんの、あの寄せ鍋の締めで作る味噌煮込みが美味しい。福ちゃんガムあげた。昨日夜中の4時ぐらいに起きて、あ、レッドガラフワッチちゃんありがとう、 M ちゃんありがとう、うん、何回も起きてる、うん、私きしめも好き、麺なら何でも好き。うどんの生麺初めて買ったかな、安かったから別に悪くないね。
腹減った時はミルクヨーグルトがいる。いや、これ足りないかもしれないな。温まるね。いや寒いもんね。みんな朝ごはん食べないの？だってもう9時、あ、ん？もう10時か。どうしよう。今日地雷になる予定なんだけど。そうだね、もうブランチ感。なんか寒さがさ、朝みたいな感じだから、昼間なんだねこれで。うん、味噌煮込みうどん作ったんだけど、おいしい。本当だね、このカス、天カス、美味しいね。天カスうまいわ。時代して、いや今日はカラオケかな。23日にマユサンタしますから、よかったら来てください。プレゼント持って行きますから。うん、どうだろう、来てくれんのかな。奈々ちゃんは25日やるらしいよ。レイくんと同棲してるんだね、奈々ちゃん。レイくんと1ヶ月同棲するらしいよ。もうそれあれだよね、もうきっともう済みなんだろうな。まだでもこれからなんじゃない？これから。いや、ナナちゃんマジで謎い。だってさ、うちに来た時、ナナちゃんうちに来たことあるんだけどさ、その時コヨくんが好きって言ってたの。コヨくんの話するとさ、
あのメス顔になるんだけど、あ、本当にコヤ君のこと好きなんだなって思ったらさ、切り替え早くない？そんな女心ってさ、そんな切り替わるの？何考えてんだろうね。気分で。上がいいの？ん？上に牛かに DV だな。裏で牛かにゃに DV だなら、だらな。牛かにゃってあの、カーボンの牛かにゃでもできてたってこと？小夜くんモテモテだね。小夜くんモテモテじゃん。確率意識。いや私ちょっとなんかこう。ジョリーズを回してるから、ならジャンがね、ゆめきくんとこよくんと、まあ、レイくんと回してるから、次たくまなんじゃないかな。次たくまくん来るんじゃないかな。そう思わない？たくまくんの予感。ローテーション。ね。いやそんなことないよ。たくまね、モテるからね。そうなんだ。長かったんだっけな。ポルポンね。あれ。これで終わり。煮込まないと茶色くならないのか。これ食べたらちょっと 寝れるんじゃないかな。熱ってくれ。汁さすがに飲み干せない。うどんが吸ってくれ。いや寝たんだけど浅かった、眠りが。だから今食べてんの。うん。マユポン痩せてるから太ったわ。確かにマユポンっていうあたりおっさんそう。マユポン。マユポンか。
皆さん表彰状お願いします。表彰状マイクもかわいい。どんぐらい煮込んだらいいんだ。茶色になってほしい、さっきみたいに。まいちゃんおはよう。おはよう。もう最悪だ最悪だ。なんで今日そんな寝れなかったんだ。なんでだろう。